Sayın İdare Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Genel Sekreteri. Saygı değer Japon ve Türk ihracatçılarımız, hoş geldiniz diyorum. 駐日トルコ共和国大使、本日こちらにお越しいただいている日本の国会議員の先生の方々、そしてトルコから来ている皆様、そして皆様、日本からいらしていただいている皆様、本日はようこそいらっしゃいました。Geçtiğimiz günlerde Güney Japonya'da olan sel felaketinden dolayı ölen Japon vatandaşlarına rahmet diliyorum.まずは、先日西日本で起こりました洪水によりまして命を落とされた方々に思いを馳せたいと思います。Türk Japon dostluğu çok eskilere dayanmaktadır. Bundan 130 yıl önce Asya'nın iki ucunda bulunan iki imparatorluk Meiji Hanedanı ve Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han karşılıklı olarak atışmalarıyla bu ilişkileri başlatmıştır.トルコと日本の友好の歴史は非常に長くございます。今から約130年前、当時のアブドゥルハミト2世トルコの皇帝でございますがが送った船が日本で沈没したことから始まります。今日は皆さん、değerli ihracatçılar ve Japon halkının desteğiyle gayretiyle karşınızdayız。黒人参。黒人参ジュース。あ、人参なんですね。はい、温めて書いてますけど、黒人参です。黒人参というのの、ジュースということです。なんかすごいですね。ブドウジュースをもっと濃くしたみたいな、紫色なんですけども、これはすぐもらうことができました。はい、シャルガム。シャルガム。シャルガムっていう、いやパリンコ。シャルガムっていう赤人参のジュースだそうで、まあ、全然飲んだことないもんなんですごい飲むのちょっと怖いんですけど飲んでみます。ここにはトルコ航空のブースも出ていました。あ、これ機種カーゴですね。物を送る方のトルコ航空のブースです。いろんな